こんばんは。始まりましたか？来てるかにゃ、うん、で、見えないな。見えないよ。ここに出てくるよね。始まってないの？始まってない。ないっぽいぞ。始まってない？電波？あ、始まった。いやー、みなさん、こんばんは。こんばんは。どんどん見てるよ。いっぱいいる。ゲリラ。すごい。ね、来てくれるからみんな。ね。英語だ。あ、ちょっと待って。設定が英語すぎて全然わからんのだが。全部、うん、全部のコメントが英語に変換されちゃってる。読める？うん？読める？グッドイブニング。多分。でもさ、この読めない。すいません、ほんと。自動翻訳機能すごくない？だって瞬時にさ。そうなんだ、自動でなってんの。そういうこと。すごい。ミサト、あーって。イエーイ。イエーイだよ。グッドイブニングって何？こんにちは。こんばんは。こんばんは。あ、携帯買いましたよ。思った。機種も？うん。あ、そうなんだ。かわいい。もうボロボロでしたのでね。かわいい。ボロボロ見たことある？ああ、そうじゃん。バキバキになってた。バキバキでしたので。確かに。じゃあちょっと日本語バージョンで。日本語。すいません。あ、普通のコメントだった。みんな。よかったよかった。はい、今日はミンガル配信です。イエイ。みんなでガールズガールズ、皆さん記憶にございますでしょうか。ね。ちょっとね、アルバムまでかなと思ってた方も多いかもしれないですけど、うんうんうん、この前もヨーカとミナミとかキラとフレアとか、はい、モモちゃんとユズとかも配信してましたけども、まだ続きます。ミンガルはそうです、実はライブまで続きますということで、まあメンプログッズ、はい、プロデュース組の最終回でございます。私たち、はい、4組目です。はい、そうです。私たちは何をしたんでしょうか。ピンクユニフォームを作らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今着てます、はい、こちらですね。もうゲットしてくれた方いるのかな、頼んだ方 ね、いるかな、たくさん。ちょっと今日は、うん、今日はお互いまた写真撮った時と別のコーデで、うん、だね、そうね、写真。なんかね、質問とかありますか、うん、ちょっとメンプロとかライブについてとかね、話していきたいです。思います。買ったよ、注文したよ、 ありがとう、嬉しい。こだわりポイントは何だろう、いっぱいあるよ。うん、一番は色。うん、ピンク難しかったです、悩んだね、うん、だからそうですね、ピンクの色味、うん、そう、着やすい、なるべく着やすいピンクを選んでみました、うん、はいはい。でちょっとまあパステルに要素入れたいっていうので、流行りもちょっと取りつつ、水色ね、うん、新幹線で一緒に考えたんですけども隣で考えましたね、書いてもらって。でこれはあれです、ライブのロゴです。はい、ちょっと近くで見てもらって、こんな感じで。ちょっと後ろ見せていいかな、いける。はい、こんな感じになってます。じゃあ説明をお願いします。はい、こちら6月30日、ライブの日にちでございます。そしてここにはね、アニバーサリーライブって入っていて、うん、でここにね、ちょっと可愛い星がピラピラピラといますよ、いますって感じで、背番号風に日付を入れさせてもらっています。はい、って感じですね。そうです、可愛いよ、可愛いよ。ピンク見たいね、早くステージからのピンクを見たい。結構目立つんじゃないですか、ピンク着られてたら、ね、確かにピンク言ったらめっちゃ目立つかも。あれですよ、素材はってさっき着てましたね。素材はなんだろう、これはなんて言うんだろうね、結構運動着系、うん、涼しいよね、運動着系の涼しめ、うん、うん、つつ、ここがですね、うん、T シャツみたいなのを重ね着してる風、うん、になってる、になってます。なのでここが、こでもこだわりですよね、うん、レイヤー、そうね、結構悩みましたね、長さとかもろもろ。だからまあこうやって着てもいいしさ、こうやって着てもいいし、う
全然どっちでも合わせる。でもあれですね、6月ってもう暑いのかな、630。いや暑いんじゃないね、今年暑いよね。なんかもうだいぶジメジメしてきたよね。うん、だから半袖多いかもね。本当にちょっと今暑いんですけども。暑い？冷房お願いします。クーラー、こうやって入れれる系ですかね。入れれる系、入れたらいいな。暑いね、もう暑いよね。もう夏です、本当に。あ、メンズだったらどう着こなせばいいかな。メンズね、私たちもね一応メンズ、そう2パターン取って、そう組ませてもらってるんですけど、やっぱデニムが何合わせやすいんじゃないでしょうか、うん、この色も相まって、うんうん、みんな持ってるズボンだったらデニムがいいんじゃないですか、うん、いいね。で、とあちゃんネクタイとかしてましたね。そうね、ネクタイしました。中にシャツ着て、そうそうそう、意外と何でも合うかもしれない。そうなんだよね、うん、今日も一応紹介しとく、コーデ。そうだね、とあちゃんからさえさえ、ちょっと気をつけます。よいしょ。ごめんなさいね、近くで。これ映ってますか、ここは。あ、映ってます。はい、今日こちらちょっとね、ふわふわなラブリーな、な感じになってるんですけども、いい、ね、まあ、こんな感じで普通に着させてもらってます普通になるこれそうですね、まあ、ラブリーで統一されてる感じ。そうね、ふわふわしてる感じで、まあなんかね、女の子とかはこうやって前で結んで、こうやってお腹出しても可愛いですし。確かに、はい、ぜひ、いろんな人です。このストライプ合わせいいね。かわいいですか、うん、ストライプにストライプっていう、かわいいです。かわちいですね。ぜひ、こちらシーンになっております。そうなんですね。ゲットしやすいです。そうなんです。はい、こんな感じです。ラブリー系。はい、値はね、うん、値は、うん、こんな感じ。もうシンプルにね。はい、ロンティーに、うん、デニム、いいですね。です。真似しやすそうですね、一番。あ、そう、あ、なんかまあ、うん、なんかさ、このユニフォームのいいなと思うのは、うん、こういう感じでもこういう感じでも、うん、意外とね、着れますって感じですね、うん、で、なんか特にこう今日色を拾ってないんだけど、別にどこでも、うん、でもまあ、意外と合ってます、いいんじゃないっていうところで、うん、意外とね、うん、はい、かわいいじゃん、だってかわいいじゃん、ありがとうございます。かわいいじゃん、かわいいじゃんだよ。で、早くみんなの手元に届いてほしいですね。ね、そうなんですよ。で、何サイズ着てるの？そうだよね。私が XS かな、これが。XS？ そうか。って書いてあった。XS。とは S。うん。で、気持ち多分ね、こう、普通の、あ、XS はちっちゃいんだ。うん。そう、ちっちゃい。まあ、重ね着して、まあ、ぎゅうぎゅうぐらいかな。160センチです。うん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 。で、とわちゃんの S はちょい大きめの S だと思います、うん、基本サイズより、うん、なのでね、ビッグシルエットに、そうね、ちょっと来るかなです。気をつけてください、はい、それね、先に知りたかったっていう方もいて、申し訳ないと思いつつ、ね、サイズ感ってね、どう表してあげたらいいのか、うん、って感じですかね。なんか聞きたいことある？ね、なんかある？ん？携帯の方、音消してほしいです。響いてて面白すぎて面白すぎてどういうこと？反響してる今。え？え、音出てないよね。どういうこと、どういうことだ？え？これの音は、え？聞こえてる？こちらには何も聞こえていないが。してないよ。あ、してない？違う意味は。あ、ならいい。面白かった。あ、何かが面白かったかな。で、あ、自分が笑いすぎて反響して。あ、そっち。え、むずっ。え、どういうことですか。ね、大丈夫ならいいんだけど。申し訳ない、大丈夫なら、うん、ね、ちょっとコメント言います。はい、普通に聞こえてるよ。え、よかったよかった。175センチ、L 大丈夫？ L でいいんじゃない。うん、 XL まであるよね。 XL まであります。だって75センチって結構高身長だね。そうね、だって160の S、 XS なんで、意外となんでも、うん、あの、すごいブカブカに着たかったら、うん、XL で、あの、L だとちょうどいい具合じゃない？うん、多分大丈夫だと思います。 L 買ったよ。やっぱ L 多いね。うん、みんなの着こなしが見たいですね。いや、本当に乗せてほしい、うん、早く見たいです。いつ届くんだろうね。いつだろう、まだ、うん、もうちょっと、もうちょっと、でももう、だって言うて皆さん1ヶ月切りました。やばいよ、これやばいです。これやばい話です
今日もリハしてましたね。しましたね。はい、もう疲れた、まあ、集中がすごかったですよね。集中が、私もちょっと一点集中してました。一点、はい、一点見てました。それは何もやってないよ。一点集中してましたね。でもこうみんなやってたじゃない配信、うん、ミンガル配信で、うん、結構匂わせというか頑張ってさ、はいはい、ギリギリのこと言ってたけど、ちょっとむずいんだってこれが。いやそうなんだよね、問題発言になる可能性が。そうバレてしまう可能性がね、うん、どこまで言っていいんだろう ね、 ね、うん、うん、なんかいい質問をして、ね、なんか気になることありますか、うん、ライブのことで。リハって大変、まあ楽しいけど、ね、うん、なんか頭は大変そうだね、うん、まあ頭結構ね慣れないことしてます。え、そうなんだよ、はい。はい、そうなんだよね、慣れないことしてるからちょっとね頭がパンクしそうではありますね、うん、結構ですかね。おお、銀手出るとかね。さあさあ、うん、どうですかね。わかんない、わかんないと思う、本当に来ないと。わあ、愛知から来てくれるの？ね、遠くから意外と皆さん来てくれる。ありがとうございます。嬉しい。ね、DJ また聞きたいとか、トロッコがあるのかとか。おお。いろいろみんな。はいはいはい。ほいほい。会場広く使う？なあ。これが一番際どい質問かもしれない。そうね。広くって難しい、ね。広いかも。ね。広いかも。なのかな。いや本当難しい。カナダから？え？大変だ。代々木って私たちのライブのこと？カナ。ありがとう。本当に。ありがとう。ゴンドラで降りてきたりする？だって。ゴンドラで降り、ゴンドラ。ゴンドラってなんだっけ？え、ゴンドラって。あの空中のやつ？あ、それクレーンじゃない。ゴンドラってなんだっけ？あ、それコンテナ。え、ゴンドラって何、みんなどんなやつ？ゴンドラ、でもこの時点で答えは出てると思う。そりゃそう。ゴンドラってあの遊園地にあるやつ？遊園地？え、違う。遊園地にある。違う、ゴンドラ教えてください。ゴンドラ、トロッコじゃないのってみんな言ってますね。トロッコのこと？トロッコのこと？みんな。トロッコは分かるよ。ね、トロッコはね。ゴンドラの画像検索してくださってますよ。ゴンドラは観覧車みたいなやつだって。あー、ライブで言うゴンドラってこんな感じなんだ。あるかもね。知れない。うん、全然ここまで演技かもしれない。うん、演技がすぎてね、ね、うますぎうますぎたかもしれない。本当に、はいはいはい。さあ、代々木で組体操するってね。組体操するかもしれないですからね。してほしいってことだもんね。組体操したらどうなるんだろう。組体操したことあるっけ。ステージではないじゃん。ステージではね。ステージではない。ステージではない。人生ではないかもと。組、え、あれって CL でやったって、みんなで。え、したっけ。ね、やったよね。いつ、え、言ったっけ。え、組体操危ないよ。そうだよね、ごめんごめん。そうだよね。え、みんな見たことあるでしょ。組体操したよね、みんなで。あ、違う、CL じゃなくて、あの静岡、うん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 、行ったじゃん、ガルレボで。ああ、あの日したよね、 YouTube でも。した気もし、え、したやん。あの、あれで、お家の中で。そう、止まる。あー、なんかこうやってやった気がする。下で。え、あ、みんなで登ったやつか。そうだよ、こうやって。そう、何これ。この3人でやるやつやった気がしたんですけど。あ、違った。難易度高いやつ。そうあ、TikTok でも見て。あ、そうだわ、してたんや。よく覚えてるの、みんな。組体操あんまりちゃんとはしたことないかな。それぐらいかも。分かると。学校とかも意外となかった。うん、ね、あら、 DJ 美咲を皆さん楽しみにしてくださってる。あれかもしれないですか。こちら分かんないよね。分かんないよ、まだ。ほうほうほう。
うーん、そう、缶バッジ作ったね、懐かしいね。ねえ、めっちゃ作った。方法？あー、まあ、とわちゃんのピアノもある感じ。まああるかもしれない。BJ 美咲とかさ、とわちゃんのピアノとか、ね、うん、やって見てるかもしれない。だって代々木ですからね。そうだよ、いつものライブとは違いますから。違うかもしれない、本当に。方法、グレタンの野球ね、もしかしたらあるかもしれない。始球式始まるかもしれない。どういうことなの。プレゼントってこと、うん、そう、だいぶ危ないけど。危ないね。うん、あるかもしれない。へえ、みんな予想してくれてますね。ね、嬉しいね。ちなみにみんなアクティベートって見てるの？アクティベート？ DVD ね。ああ、なんかね、たまに報告いただく、うどん今日見てますよと。やっぱ終わった後もさ、見るのかな、みんなって。いるでしょう。見るんだ。見てくれてると嬉しいですけどね。確かに確かに。あ、ちょっと意外とね、うん、時間がね、本当だ。20分ぐらいやりましょうかねって言ってたんですけどね。この後は CL？ CL に移動して、移動します、配信します、ぜひ。ちょっとみんなに最後言うと、あれですね、うん、あの、チケットがですね、おい、販売再開しました。イエイ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 あの6月1日からですね、はい、6時から、はい、一回ねソールドアウトにありがたいことになったんですけれども、あのステージプラン決定および演出席開放、はい、要は席を用意しましたっていうことで、やったね。1人でも多くの方に見てほしいですから、はい、というわけで先着受付中です。先着です、皆さん、ぜひぜひ。なのでまだチケットをお持ちでない方、うん、ぜひお申し込みください。お願いします、お願いします。詳細はオフィシャルサイトに全部書いてます。見てね、見てね、楽しみ。そして皆さん、 これ着てね、うん、ぜひ。グッズいっぱい出てるので、そう、全部可愛くて困っちゃう、困っちゃうんだから本当に。早く私たちもね、これゲットして、うん、これでリハやりたいんですけど。いや本当にね、まだまだ届いてないから。そう、届いたらね、写真とかいっぱい撮りたいんだけどね、うん、撮って載せますね。そうですよ、困っちゃう。見てる人みんな来てね。ね、楽しみにしてみよう。そっか、スクショタイムできるのか。TikTok ね、なんかポーズありますか。っていうかね、とーちゃんと配信するってさ、うんうん、初めて？初めてだっけ？どうなの？でもあんまイメージないよね。そう、そう。だからちょっと二人にやってほしいポーズなどなど、ぜひあったら。スヌーピーポーズって何ですか？シナモンだよね、これでも。そうだよね、シナモか、シナモロール、みんな知ってた、シナモロール。シナモロールっていうの？シナモンじゃないんだよ。あ、そうなんだ。ちゃんとミナミのインスタ、シナモロールって書いてて偉かった。ちゃんと好きなんだね。ちゃんと好きなんだ。サクランボ。スヌーピーはなくていいの？今ので流れたの。スヌーピーのポーズ教えてください。一旦教えてもらおうか、うん、みんな教えて。スヌーピーってどうやってやるの？じゃあサクランボ先に言います。これ、これ、うん、なんだっけ。何？むずいね、みんな。難しい、追いつけないよ。到着スマイルやっとくか。はい、到着スマイル。あ、こうですよね。はい、大丈夫です、大丈夫。到着スマイル。はい、OK。はい、OK。うん、スヌーピー、誰も教えてくれない。まあ、言葉で難しいけど。なかったのかな？なんか、うん。ユニフォームっぽいのない？ユニフォームっぽいの。野球？こういう感じ。すごいドラムの音が聞こえる。ね、なるほど。リハされてるんでしょうか。ね。野球確かにね。ホームラン。ホームラン。これ野球。後で見るの楽しみだな。本当よ。あ、組み合わせどうやって決めたのってちょっと質問目に入ってた。これは、あの、挙手。そうですね、やりたいものやりなんですかみたいなのって。ピンクが人気だったんですよ。そうそうそう、それを勝ち抜いて、はい、じゃんけんで勝ち抜きました。ありがとうございます。スクショタイムでした。はい、ありがとうございます。ね、ね、2人で作るのは意外とスムーズでしたよね。確かにね、うん、意外と色物好きだったりするし、うん、ね、地味にあれだよね、一緒だよね。うん、でもトワさんはやっぱ
さすがの知識量だったので助かりました。いいファッション何もしてないですよ、私は何も。あ、さくらんぼはこれをくっつけるだって。あ、そう、普通にこれね。あ、こういうこと。はい、さくらんぼだよ、さくらんぼ。あれ、さくらんぼでした。こんな感じがいいかな。はいはい、それじゃあ皆さん、久々の TikTok ライブゲリラでしたけども、はい、見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。この後は CL で、 CL でお待ちしてます。ということで、はいじゃあね、またね、またいつか、はい、配信します。バイバイじゃあね、いい夜を。じゃあね、おやすみ。